玉田圭司は、千葉県浦安市出身の元プロサッカー選手。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。マネジメント事務所はレプロエンタテインメント。元日本代表。5歳年上の兄は地元では、浦安の翼くんと呼ばれていた選手で、幼稚園の時にその兄の影響を受けて、入選少年 SC でサッカーを始め、中学時には、金塚 FC に入団。 幼少時から一貫して、フォワードとしてプレーし、中学卒業後、奈良市の私立奈良市の高等学校に入学。一年からレギュラーとなって国体に3年連続出場を果たすと、3年時には、高校選手権千葉大会決勝で、私立船橋相手に決勝ゴールを挙げて、同校6年ぶりの本大会出場に貢献。本大会では、 鹿児島港との一回戦でゴールを挙げたものの、試合には敗れた。同級生には、吉野智之と、元プロ野球選手の松平平太がいる。玉田は、子供の頃から、足が速く、高校時代は、左の切り札と呼ばれており、当時から、周囲の評価は高かった。1999年、柏レイソルに加入。背番号は28。 1999年のファーストステージ第2節アビスパ福岡戦で初出場。デビュー戦で玉田の抜群のスピードを見た津波俊文は将来の日本を背負う逸材と称えたという。シーズン終了後には杉山真と共にブラジルのミラソー FC へ短期留学を経験した。だが、その後2年間は 出場機会に恵まれず、2001年までの3年間で、出場試合は15、得点はなかった。しかし、2002年になると状況が一変する。チームは、ファーストステージを14位で折り返し、セカンドステージでは、残留を目指して、新監督に、マルコ・アウレリオを迎えた。アウレリオは、個人能力重視へとチームを転換する過程で、渦漏れていた。 玉田の才能を見出し、左サイドの中盤での出場機会を与える。セカンドステージ第一節コンサドーレ札幌戦で、プロ初得点を挙げると、リーグ戦、セカンドステージだけで3得点を挙げた。この活躍によって、エースストライカーとしての信頼を受けるようになり、2003年には、リーグ戦28試合に出場し11得点を挙げた。これは、 J リーグ得点ランキング10位、日本人選手に限れば、久保達彦と大久保義人に次ぐ3位であり、翌2004年にも10得点を挙げ2年連続2桁得点を達成した。また、同年6月26日のセレッソ大阪戦では、プロイリアト初のハットトリックを達成している。日本代表にも選出され順調かと思われたが、 翌2005年には度重なる怪我により、出場試合数こそ減らなかったものの6得点に止まる。チームも低迷し、リーグ戦16位、入れ替え戦でもバンフォーレ甲府に2試合合合計8から3で敗れ、J に降格が決定した。当時、ワールドカップ出場が夢と語っていた玉田は、翌年に控えるドイツワールドカップでの代表選出を目指して、 J1 チームの移籍先を探すこととなる。間もなく複数クラブからオファーが届き、その中でも当時の日本代表選手だった、奈良崎聖郷や進行が深かった、藤田敏也が在籍していた名古屋グランパス8を、玉田本人が希望する。チーム間の交渉が難航したものの完全移籍で、まとまり、2006年1月19日に、名古屋が正式に獲得を発表。 背番号は11が与えられた。前年、当時のクラブ史上最低順位となる14位で、シーズンを終えた名古屋からの期待は大きくなり物入りでの加入であったが、加入1年目の2006年は、当時の監督セフフェルホー戦から玉田が得意としていない、ポストプレイヤーとしての役割を求められたことで不審に陥り、思うような活躍ができない状態が続いた。 2007年は怪我の影響もあり、出場試合はわずか14に止まった。しかし2008年シーズン、新監督に、ドラガン・ストイコビッチが就任すると、ストイコビッチは玉田に、攻撃の核として、期待を寄せ、得意なドリブルのプレーが求められたことで、プレーにキレを取り戻した。得点こそ4得点であったが、6アシストを記録し、 フローデ4戦や小川霞らを生かすチャンスメーカーとして、昨日、持ち味のドリブルやパスで終盤まで優勝争いに貢献した。2010年は、元日の天皇杯決勝でガンバ大阪に敗れて、シーズンが始まったが、リーグ戦では W 杯による、中断期間からの再開以降に10得点を記録するなど好調を維持し、過去最多となる13得点を挙げ、 名古屋のリーグ初優勝の原動力として優秀選手賞を受賞した。2011年はシーズン序盤の3月に負傷し29日に行われた東北地方太平洋沖地震の復興支援チャリティーマッチ4月6日のアクルフックソウル戦を欠場したものの29日の川崎フロンターレ戦からスタメン復帰。 その試合で2ゴールを挙げる活躍を見せ名古屋の勝利に貢献した。このシーズンは最終的にキャリアハイとなる14得点を挙げ、チームは古シワとの激しい優勝争いを繰り広げる。名古屋の最終節となったアルビレックスに言い戦せんは玉田の直接フリーキックによる、 決勝団で勝利を収めたものの埼玉スタジアムで、浦和レッズに勝利を収めた柏が勝ち点を上回り、名古屋はリーグ戦2位に終わった。2014年シーズン終了をもって、名古屋を退団した。名古屋退団発表後セレッソ大阪から獲得の打診を受けると、かつて日本代表で指導を受けた大熊清教科部長の存在もあり、 2015年より、同クラブへ完全移籍。背番号は20。移籍1年目ながら、チームトップとなる10得点を挙げ、同年12月の J1 昇格プレイオフ決勝の、福岡戦では先制ゴールを挙げるも同点に追いつかれ、プレイオフの規定により J1 昇格を逃した。2016年12月5日、同シーズンをもって、契約満了に伴い、 セレッソ大阪を対談することが発表された。対談翌日に、ロアッソ熊本がオファーを出したが、後日古巣の名古屋グランパスからオファーが届いた時点で、名古屋への復帰を即決し、後に名古屋が正式に獲得を発表。3年ぶりの名古屋復帰となった。背番号は先にサンフレッチェ広島から移籍加入が決まっていた。 佐藤久人が11番を着用することが決まっていたため、玉田は柏時代の2005年以来となる28を選択した。シーズン序盤は佐藤久人との併用により、ベンチスタートとなることが多かったものの6ゴールを挙げ、玉田がゴールを決めた試合の名古屋は全試合勝利を収め、名古屋の1年での J1 復帰に貢献した。2018年シーズンは、 11月3日に行われた神戸戦で J1 通算99点目を挙げて J1 通算100得点にあと1点と迫ったがこのシーズンでは届かなかったシーズン終了後に契約満了により退団この戦力外通告に対して自身のインスタグラムであまりにも突然だったので正直頭を整理するのに少し時間がかかりました 2014年に一度退団し、その2年後に帰ってきて名古屋グランパスに、誠心誠意を持ってやってきましたが、契約しないと伝えられた時には、ねぎらいの言葉の一つもなかったことには、がっかりしましたと心情を綴っている。2018年12月28日、ビファーレン長崎への加入が発表され、2019年4月7日に行われた、明治安田生命。 J2 リーグ第8節レノファ山口 FC 戦で移籍後初ゴールを決めた。2020シーズンも契約更新。2021年11月11日午前11時11分、クラブ公式サイトにて現役引退を発表。11月28日のホーム最終戦試合後に引退セレモニーを12月上旬に引退会見をそれぞれ実施した。 2008年11月、背番号11日本代表に初選出されたのは2004年。代表チームの得点力不足に悩むジーコによって、ドイツ W 杯、アジア地区一次予選の日本代表に選出され、3月31日の新前試合シンガポール戦で初出場し、4月25日の新前試合ハンガリー戦で代表初ゴールを挙げた。アジアカップでは、 全試合に出場し、この大会では、中澤裕二と同数の3ゴールを挙げる活躍を見せ、日本のアジアカップ連覇に貢献した。アジア杯での活躍がジーコに強烈な印象を与えたことや、玉田のようなドリブラー的な役割を得意とする選手が、当時の代表には希少であったこともあり、ジーコジャパンにとって必要不可欠な存在となっていく。 2006年はチームでの成績は振るわなかったが、ドイツ W 杯日本代表に選出され、ブラジル戦では先制点となるゴールを決めた。怪我の影響や代表監督の交代もありしばらく代表から遠ざかっていたが、2008年3月26日、南アフリカ W 杯アジア3次予選の タイバーレーン戦で1年8ヶ月ぶりに代表を復帰した。それ以来、岡田武史率いる日本代表への招集も増え、エース格の活躍を見せた。南アフリカワールドカップ本戦では、オランダ戦とパラグアイ戦に途中出場。その他の公式戦、ありがとうございます。